はい、どうもカッパ園長です。それとじゃあ、スポーツのお話からいきましょうかね。この動画はテニス、次最後が大谷翔平選手っていう感じですかね。この動画はね、ウィンブルドン、女子ダブルスって言ったらブスコバ組の話ですけども、それはもうはっきり言って僕の中ではどうでもいいとは言わないですけどもね、気になってたのはこの加藤さんたち、加藤ペアですよね。残念ながらこのブズコバペアよりも先にこのね去ることになってしまったんですけどもね。なんでこれ取り上げさせてもらったかっていうと、結果的に言うとこのブズコバ選手たちは負けちゃうんですよ。加藤さんたちに勝った加藤さんたちを下して勝ち上がってきたペアに負けたわけですけどもね。その時に、いまだにこの全仏オープンでの、要はこのボールガール事件っていうんですかね、あれを、ご覧のあなたがどう捉えてらっしゃるかは分かりませんが、僕個人的にはもう、ね、そもそもこの加藤さんとそのボールガールの子は、手打ちって言ったら変ですけども、ごめんねみたいな感じで、和解みたいな、そういうね、あったじゃないですか。で、だからもうその時点で、決着ついて、決着も何もないんですけども、ただその剥奪されたもろもろ元に戻ったわけじゃないし、ね、そもそも強制終了させられちゃった試合元に戻すなんてことがそもそもできないわけだし、ね、いっかって話ではないんですけども、もう切り替えて次に進まれているんでと思ってたんですけど、だそんな僕が思ってる以上に、要はこの例えばブズコバ選手、チェコの人でしょ、あとパートナーのこのサラ選手、サラ・ソリベストロモさんはスペインの方ですよね。それぞれのこの現地でいまだにだこの非難が続いているし、あとこのウィンブルドンでも厳しいコメントが飛び交ってたっていうんで、意外と海外は海外っていうか世界は世界でしつこいですね。でもやっぱり、判定を覆させたっていうのがやっぱりね、ちょっと異常でしたもんね。で、何言われたかっていうと、さよなら、あんたが去ること誰も悲しまないんで、結構辛辣ですね。ボールガール事件のこのブズコバ選手たちが全英オープン準決勝で敗退したんですけども、ずっと全仏でのあのボールガール事件のことを非難が続いてて、だからあれですよね、勝つために何してもいいってわけじゃないっていうのはね、一応じゃあちょっと内容見ていきましょうかね。テニスのウィンブルドン選手権の女子ダブルス準決勝が14日行われて、先の全仏オープンでこの加藤選手と、加藤ペアを失格を審判に訴えて世界中から非難を浴びたマリエ・ブズコバ選手、24歳チェコの人、サラ・ソリベストロモ選手26歳スペインの人、このブズコバ組が2019年大会の覇者シェ・シュウウェイ37歳台湾の選手とバルボラ・ストリコバ選手37歳チェコの人、チェコ対チェコになったんだ。2019年のチャンピオンだったんだ。ベテランですよね。37歳って言ったらやっぱりベテランの域ですよね、おそらくね。加藤選手たちも破って勝ち上がってきたのがこの台湾とチェコのペアで、でその2人にこのブズコバペアも敗れたっていう話ですかね。かつてのチャンピオンペアにストレートで敗れましたよと。でグランドスラムで初めてベスト4に進んだブズコバ選手だったが、敗退を待っていたかのように試合結果を伝える、大会公式ツイッターには再び非難の声が殺到したと。後味の悪いままブズコバ組のウィンブルドンが終了しましたってことですかね。だ相当ね、僕がな、ご覧のあなたは分かんないですけど、思った以上にあれはやっぱり大事というかね、そういうふうに捉えられてたってことですかね。要はこのテニスファン、歓迎みたいな、その好意的に、帰れ帰れみたいな調子で受け取られていて、で、
いやもう2人のことは二度と応援しないみたいな、ね、そういう風になんかそういう風潮っていうんですかね、そういう感じらしいですよね、うん、で、まあ要はこの加藤さんたちを破った、チャンピオンの経験もある強豪ペアに、まあ、完敗しましたよと。できればね加藤さんたちにね頑張ってほしかったんですけどね、まあ、こればっかりは試合なんで。で、ブツコ組のウィンブルドンが終了しましたよと。第1コートで行われていた準決勝第2試合が終わった直後から大会公式ツイッターへのリプライなど SNS 上にブズコバ・ソリベストロム組の敗退をまるで待っていたかのような厳しい投稿がもう殺到したんだと。ちょっとそれはやりすぎなのかなって思わなくもないですけども、ね、さよならブズコバ、あなたがいなくなることに誰も悲しまないとか、まあ結局ねどっちも順当に勝ち上がってくるとこの準決勝でぶつかったっていうそういうね、うん、トーナメントだったんでね。だから全仏オープンから因縁を引きずるこの加藤、スーチャディ組ですよね、再戦する、ドローとなっていた準決勝で、まあ、加藤組を3回戦で撃破してこのシェ・ストリコバ組の前に、まあ、ブズコバ組はなすすべもなく、まあ、破れ去ってしまったと。まあ、そういう内容だったらしいんですけど、ちょっと試合自体はね、うん、まあだからもう辛辣なコメントがね、いまだにこの殺到していて、うん、だから僕、なんか僕はもう当然テニスもにわかなんでね、あれなんですけども、まあ、やっぱり一回このね、警告、ね、警告っていうジャッジがあったのに、ね、選手の方がね、ギャー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 騒いで、で、それをこの運営がね、聞き入れて、ね、剥奪失格終了みたいな、そういうことをしてくれたのがやっぱり思ってた以上に、うん、だってもともとね、スペインなりこのチェコなりの、ね、テニスファン、ね、この人たち、このブズコバペアを応援してた人たちでさえ、ね、なんてことだと、ね、もう応援しねえと、ね、恥さらしやがってっていう感じで、ね、そういうふうに受け取られてずっと続いてるってことだから、うん、やっぱりね、うん、よっぽどだったんですよ。いまだにこの僕のチャンネル動画にもね、このコメントにね、うん、いや、加藤が悪いみたいな、そういうコメントたまに来るんですけど、そうかって思いますけどね、うん。ねえ、わざとぶつけたんだから、ねえ、この警告は当然だと、ね、失格も当然だと、うん、加藤が悪い、加藤が悪いっていう人、いや、たまにいるんですよ、うん、面白い人だなって。ね、相手選手からのなんかこうギャンギャンギャン騒いで、ね、判定がコロコロ変わる、そんなんだったらもうそもそもジャッジ、ね、この運営の意味がねえじゃん、ね、うん、って思いますけどね、うん、まあ、でも中にはやっぱり、ね、日本のまあ選手とか日本の何か誰かやっぱ活躍面白くないと思う層ってやっぱりいろんなところにいるわけですよね、うん、ね、なん結構いますよね、そういう人ね、ちょいちょいね、うん、うざいけど見なきゃいいじゃんと思うんですけどね、うん、まあいいんですけど、とりあえずね、まあこのブズコワペアも終わったそうですね。別にザマートもなんとも思わないんですけどね、個人的にはね、うん、まあただいまだに非難が殺到してたんだ、へーって。ただこれがなんかね、その様子を見て、ただそのだからまあ運営がやっぱり腐ってますよね。まあ、今さらにこのジャッジを変えて、あの失格、無効、剥奪はなかったことにするみたいな、だから名誉回復みたいなものを仮に図ってくれたとしても、もう手遅れだし意味ないですもんね。うん、だからもうずっと、だからある意味なんかそういう意味では、ね、主催側へのこの不信っていうか、うん、あり方として、ね、やっぱ間違ったまんま、いや向こうは向こうでほら、ね、なんか、なんていうの、プライドじゃないや、なんていうのかな。ね、自らこのケチつくようなことをやるわけがないからね、いや正しいんだってこの言い張って、ね、変えるとは思えませんけども、まあ、今後もやっぱりなんだかよく分かんないジャッジが、ね、この日本側に下されるっていうのは、まあ、あるってことですよね。実際あったわけだし、でそれ覆ってないし、うん、なんかもう本当この公平にとかさ、なんか平等にとかっていうのがいかになんかこの歌い文句、言葉だけで実際はね、このなんか乖離しているっていうのはよくわかる一件でしたよね、改めてですけどね、うん、
ということで、今回は以上です。この加藤さんの試合なんだろうね、次何でしたっけ、うん、頑張ってもらいたいですよね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。